皆さんこんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日2023年9月6日19時6分、この間ニュース23、TBS さんですね、コロナウイルスの患者さんの数、東京都の方で増えてきているというニュースだったんですけども、昨日かその前の日に 見ました。まあ昨日だったような気がするんですけども、熱出てる人だけでカウントしてますか？喉の痛みうんぬんとかで何か東京都で喉の痛みとかを訴えているから、喉の痛みに関するその薬が売り切れ状態であると、そういうようなニュースが流れてたんですよ。陽性とか陰性に関して、あれは 100% 絶対そうとは限ってないんです。それはもう自分がコロナウイルスに感染した時に精神病院に入院させられていて、同じ、フロアから絶対出れないようにされてる状態のところで、熱出してる人とそうじゃない人に分かれていたから、同じ空間で生活していてですよ。だ熱出ない人は出てなくて、その人はもう何もなってないんです。コロナウイルスに関しての、抵抗、対応する、なんていうんですかね、赤血球みたいな、体の内部で、抗体を持ってるんですよ。同じフロアですよ。ずっと日々生活していて。でその人たちも陽性反応出てるんですよ。だから熱出てるか出てないかで判断してください。もう検査キットなんかいらないね。検査キット売りたくて作ってるだけだから。本当に。もうそのうち YouTube で隠蔽しようが、高等裁判所にはある程度書類出してますから、この件はちょっとまた作りますね。モデルナ社とファイザー社に謝罪会見を開いてほしいということで、根本的には、効くかどうかわからないけども、で薬送ってこられても困るから、ワクチン打ってその体調おかしくなってる人だっているし、死亡されている方も存在するんですね。で、総理岸田さんも、小池知事も、東京都知事の小池さんもワクチン打ったけども、コロナウイルスに感染してるでしょ。効かないんですよ。だからそんなもん送ってこられたって、経費とか人件費かかるだけだから、それみんなの税金で、しかも体に本当に大丈夫かとかよくわからない。よくわからない。もう使用しない方がいい。もうみんな医療業界、もう GDP123 の国で発表しましょう。医療業界が背伸びしすぎていたって。でも先進諸国、G20 とかでも謝罪したらいいんじゃないですか。今度から医療業界で、もう今あるもう薬だけでいいと。で、その中で、もうこれいるものと、必要じゃないものと分けるからって、これもういらないからっていうことで、もう順に発表していくということで進めましょう。そうじゃなかったら、きりないですよ、これ。政府主導で動かなかったら、無理ですからね。しかも、できれば世界中で、日本は日本で、僕の方で最高裁に話し上げてもう進めるつもりではいますけども、それは最終的に裁判官のご判断とかになってくるので、それは訴訟が終わってからじゃないとわからないです。その辺のところは話の持っていき方でいろいろと、そこまで事情分かったらこちらの方っていう、はい、原告があってこちらに待ってくださいっていう、そういう裁判を僕は見たことあるから、それ防衛大臣側もそうだし、警察官とかもそうだし、その辺の書類がこの間出しました。防衛大臣はもともと出したんですけども、もうそこまで分かったらこっち、原告が分かって。それしなかったら、何兆円も使われてるんですよ。世界単位なのか日本単国なのか、日本単国でもそういう可能性あるんですよ。もともと精神病院関係だけで年間数千億円使われてるから、その警察官の方たちにも今回の裁判所でね、やっぱり今までのその警察官の対応の仕方とかがあるから、どうしてもそれが身についてるんであって、事情をしっかりとね、今回被告人でちゃんと警視総監まで、
警視総監かな、一番上の方、一応まあ被告人とはさせていただいてるんですが、警察の業務の中でね、あの道路交通法みたいに罰金刑みたいな形で終わらせてもらわなかったら、あの精神病院へ行くと、あのいちいちあの入院させられると、その人の人生めちゃくちゃなんですよ。あの1ヶ月で百何十万の請求でしょ。僕は入院させられた時に、隣のベッドで、まあ、いつの入院だったか忘れましたけども、あの、いた人も話していて、いつも敬語。で、何があって入院したんですかって一応聞いたんですよ。まあ、言いたくなかったら言いたくないでいいんですけども、って言って。で、ちょっと警察官の人と揉めてしまって、って。で、仕事は、今までどんな仕事されてたんですかって、まあ、職種はあれなんですけど、まあ、同じところでずっと10年間ほど働いてましたって。だこれね、この件ね、政府のことをどこまで知ってるかによって、警察官に対して我慢の限界が来て怒ってしまう人は怒ってしまうと思うんですよ。多分、もうこれも警察官もそれ受け止めるような方向性で進まなかったら、無理だと思うんですよ。だからその人なんか1年間、警察官に胸ぐら掴んじゃったみたいですね、どうやら。で、精神病院に1年間入れられたみたいで、入れられていて、いや、もう入れられているんですよ、確実に。で、一月で百何十万でしょ。1年でしょ。で、それもちろん、高額療養費制度とかありますよ。けども、その人も会社からもうクビだってもう言われたって、もうそういうところ入れられたんだったらって、まあ、だからまあ電話で、もう入院させられてるから、受け答えしてるとしては電話でしか考えられないんですけども、その辺の話とかもね、ちょっとあの警視総監とかみんな聞いてもらって、今後の対応として罰金刑で終わらすっていう形してもらわなかった。それ入院した分の高額療養費の部分に関して、みんなの税金が投入されるんですよ。消費税上がりっぱなしになって、これプラスマイナスそれ罰金刑で終わらせてもらったら、数千億変わるんですよ、年間。本当に。だから、もうそれ自分で計算しました。例えば精神病院入院施設付き兵庫県だったら32箇所あるんですけども、まあ大体です。大体病床の数が200ぐらいで計算して、まあどれぐらいで、入れ替わりでっていうところを計算したら、もう大体の数字分かってくるんですよ。各都道府県とか、大体どれぐらいかっていうことが分かってくるから。で、その後通院させて、精神の生産されなくなる薬とか飲ませてるでしょ。で、それも本当はすごい脱法行為であって、ものすごい危害を加えていて、もしかしたらこの辺の近くにね、兄の仲間に、その、身体障害者の方のその学園があるでしょ。で、ここの辺の近くに紅葉病院と、有馬高原病院と、宝塚三田病院でしょ。だからこれ、その薬を飲んで、その後そういう人が生まれてる可能性があるから、その内容、さすがに、高等裁判所とか、そういうところで僕は嘘を言うわけないじゃないですか。で、なんとなく彼の言ってることも みんな話聞いたらわかるでしょ、なんとなく。だから今後の対応の仕方、これ問題あるわと。後の世代のことを考えてあげてほしいんです。警察官の方にもお子さんの方いらっしゃるでしょ。消費税、実際、我々の、まあ僕ぐらいの年齢の方だったらわかると思うんですけど、3からもう 10% まで上がってるじゃないですか。で、8% まで軽減税率。だから余計な動きみんなしてたっていう部分あるんですよ。できるだけ罰金刑も、方向でもう進めなきゃいけない。もう精神病院に連れて行くのなしっていう方向で、それしたら今度通院で金稼ぎしおるから、医者が。本当は医者が余ってるんですよ、世の中。第二次世界大戦とかあったから、ね、医者とかが必要だっただけの話で、もうそんなのもう70年前の話ですよ。70年以上。その辺のところが、だから、この間有馬警察署に言いに行ったときに、いや、あそこねって、1ヶ月の請求は100万円以上来るんですよって。僕、大阪ヒルトンホテルで働いていましたけども、大阪ヒルトンホテルで、ね、一人一泊3万いくらだったんですから。まだ、築年数、15年前後ぐらいの頃の大阪ヒルトンですよ。僕は二十歳過ぎぐらいの頃でしたから。関西ナンバーワンの売り上げのレストランで勤務してましたから、なかなかもう勤務実績私持ってるんですよ。まあまあ国会では、まあ、世界の経済なんかもうだいぶ前から動かしてますからね。だから国会ではその大臣クラスでいいっていうことで歴代の総理おっしゃってくれてますし、国会で。で、いや、そんな話がなかったらね、警察官の上の方の人も話聞いてくれないでしょ。で、どちらの人は自分たちの方が上だからっていう身勝手な判断で話途中で止めてしまうでしょ。
一回裁判所に出てきてもらって話全部聞いてもらわなかったら、で、あとみんな録音してほしいんですよ。録音してもらわなかったら忘れるから、本当に。で、メモして、要点押さえて。で、まあ結論。結論までたどり着いたら早いでしょ。ある程度の本当の話が分かったら、だからその彼がね、その1年間入れられた人、10年間同じところで働いていて、まあ、僕よりだいぶ年下に見えたから、まあ、高卒ですんなり就職して10年間働いていて、本当のことが分かって、警察官の人とちょっともみ合いになって、それ入れられた方かもしれないから、もうあんな金額とか請求されたら無理だから、その人も次また借金背負ったまま働きに出ても、1年間働いてないだけ、長い間厚生年金かけれてないでしょう。それだけでも人生不利になるのに。だちょっとね、その精神病院っていうものが、そこ連れていくと、いかにえげつない目にある、特に精子の生産されなくなる薬、もうあんなもの生産してる製薬会社も全員差し押さえですよ。働いてる人間、そんな金稼ぎして。だからもう、だから話聞いたら、みんなこっち、みんなこっち。もう僕の原告が、ここで抵抗する警察官いたら、もう僕、インターポールとかに動いてもらいますから、本当に。警察官捕まえてもらうように。本当、もう別の国とかで、もう僕もパックンに大統領も言った方、もう日本ちゃんとお金払ってるって、それをあなたたち政府の人たちが、ね、自分たちの票欲しさに、ね、利用したんじゃないですかって、日本お金払いましたよって、賠償金って。じゃあそれ以上どうしろって言うんですかって。実はお金払ってるのにって。それをその被害者の方たちにお金を配布しなかったあんたたちの責任でしょって。それを利用して立候補してきた人たちいるんでしょって。だから僕から言わせたら、とんでもない詐欺事件で、最初はね、穏便に済まそうとしましたけども、僕も我慢の限界来て、結局パク・クネ大統領も手錠かけられたでしょ。だから絶対安全圏なんかないって僕は言ってるんですから。正当防衛あるんだから、春山整骨院なんか2003年に一回閉店してるんですから、建物解体して判例があるんだから、判例に背いたら即逮捕じゃないですか。ねえ、警察官が捕まっちゃうじゃないですか。そこに注意しに行って大きな声で、僕最初、普通の口調で言いましたよ、受付の人間に。そしたら、はあ？っていうような顔して、なんで？とか言ってきたんですよ。敬語なしで。で、そいつらもう、一部、テレビで芸人とか出てる連中ですよ。僕の方がはるか格上。現場とか大きな声で叱らなかったら、現場引き締まらないんだから。で、もうそこ閉鎖しなさいって言ってるんだから。あれも成功せん。中国政府にまで問い合わせてるんですよ。で、ちゃんとテレビの全国放送でニュースで流してくれてるんですよ。ハリキューマッサージに科学的根拠なんかないって。で、無理やり今度、介護くっつけてきたでしょ。もう無理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 。アリの仲間とか、岡和とね、田尾地駅のその近辺だけで、その介護関係のところが5箇所以上あるんですよ。5箇所以上。アドベンチスト病院とかなしで、アリの代の。ほんとほんと。もうほとんどアリの仲間町。で、北進西予大にもいつの間に出来上がってる。だ歩いて行けますって。歩いて。アリの仲間町だけで、だから老人ホームにはありますから。介護関係の、その部署は。ね、介護。あれも本当はもう国家試験なんかいらない。現場で覚えるもの大したこと覚えないから。で、また働いてる人が大したことなくて、老いてる老人の方のおしめがずれてるからもう尿漏れとか起きるのであって、だからその人材派遣会社の人とかに昼間、フロアで2名だけ、僕ともう1人別の人、人材派遣会社の人間2名だけ、フロア。正社員いないいない。それで現場回してるの。で、おしめのね、仕方とかで、ああ、せなあかん、こうせなあかんで、怒鳴り込んできた正社員の人間がいて、僕から言わせた、お前の方がはるか隠しただろうっていうような女性で、もう口悪い人で、もうね、もうそこで僕も怒っちゃって、本当こいつ叱らなあかんなと思って、もうそもそもそこの桃源郷自体が違法行為してましたから、箱庭っていう事務員、
女性、15分前に出勤してきて、朝礼して、それからタイムカード押しなさいって、人材派遣会社の人間に。君だけ15分前に出勤してきなさいの話ですよ。そんなに言うんだったら。自分でじゃあタイムカード押さなかったらいいでしょうって。後の人はタイムカード押さなきゃならないんですよって。朝礼前にって。それが法律でもう判例出てるんだから。どこもおかしくも法律分かってないとか現場動かしよう。実力ね。もうこちら実力主義。国家資源持ってる？知りませんよ、そんなこと。そんなもん大統領を捕まえられてるのに裁判官が捕まえられないわけないでしょ。ある程度これぐらいのことは、まあ、牽制みたいな意味でね、言っておかなかったら、僕から言わせたらね、もう司法修習生で弁護士経験したりとか、裁判官になられた方とか、書記官経験されてる方とか、いっぱいいるから、まあ、弁護士さんを数年経験してから裁判官とかになってするじゃないですか。本当は裁判官になれる人たちいっぱいいるでしょ、今の時代。なんかいろんな会社とかだったら、大きな会社とかだったら、役員さんとか弁護士さんの方とかいるでしょ。で、元裁判官で、その後最高裁判所の、裁判官だった人が、その後弁護士になってるケースとかもあるんですよ。鬼丸薫さんっていう人、まあ、最初この名前冗談かなと思ったんですけども、あの選挙の時にね、あの最高裁判所 の, あの裁判官、まあ、判事さん、下ろすかどうかの投票できるじゃないですか。まあ、その投票でどんな仕事してるかなんかみんなわからないから、僕も別にそこまで疑ってないし、本当は裁判官の人のことちゃんと法廷で自分が原告で裁判開いてもらった時に、いろんな受け答えしてるから、しっかりした対応してくれてるなっていうのはわかるんですよ。その法廷でもう僕原告ですけども、怒ってしまうことはあるかもしれません。できるだけ自分を抑えますけどもっていうことで、で裁判官を認めますっていう女性の親の裁判官、平成21年ぐらいの、神戸地裁の民事です。で、他にも、できるだけその時の状況とかを、我々に伝えてくださいと、まあ、書類として。で、それによって、まあ、計算強い人に、計算してもらいますのでって、まあ、賃金の不払いとか、まあ、そういうような形なんですけども、まあ、一月労働時間300何十時間働かされて、横転事故、その時の店長と課長、両方とも警察官、話めちゃくちゃ、もう有馬警察署を無理やり隠蔽して精神病院に連れて行ってるようにしか見えないよ、その春山整骨院でどうなった件も。今までの件、入院させた件も、全部それ。大声出したらダメなんだったら、そのエロ業界に名乗ってる悪党、あいつはそうだから、もうその証拠は出してるから、裁判所に別の調停の件で。で、それは、高等裁判所に今、地裁から上げた番号が変わってますけども、空17に、令和5年の、11、まあ民事部でいいんですかね、11、まあ刑事でも民事でもできますよ、民事訴訟法を見たら分かりますよ、最後の方、刑事訴訟になってるケースとかもあるんだから。で、本当は三審等以内の、それで攻めんかったら、もういろんなところでスタジアム何百億円もかけて、ちょっと話コロコロ変わって申し訳ないんですけども、バスケットボール日本だったら、もう神戸市でも今も作ってる最中、もう日本全国大倉山に体育館あるのに、中央区の大倉山図書館の中央図書館手前、大倉山図書館、あそこも5000人規模でぐらいでしょ。で、社会卓球とか開いてるから、正直バスケットボールそんなお客さん来ないって。で、そんなものを、愛知県なんか3カ所新しく体育館作ろうとしよう。まあまあ、もう、むちゃくちゃむちゃくちゃ。もう無理、もう三振問いないの請求で、議員の口座とかも差し押さえて、で、あんまり無茶なこと僕も言いませんから、もう、いちいち家引っ越しとかされたらね、それはそれでエネルギー消費するでしょう、ガソリン。その、トラックで引っ越し、家具とか積んで。それはそれで無理あるから、ある程度の部分で返納してもらうような形で、で、お小遣いの制限つけるような形でね、で、まあ年金の差し押さえまで行くと思います。もうそこまで無茶されたら。で、警察官も、スポーツ選手の中に混ざって試合してるでしょう。まあ、
阪神タイガースのね、伊藤投手は警察官の方か、元警察官の方でしょ。警察官の制服着て、僕の家の前まで来て、僕は連れて行かないからって、ちゃんと言ってくれてた人だから、阪神タイガースのピッチャーになって、良いの話だったは、だと思うんですよ、水面下でね。誰がそういう話を回していたか、わかんないですよ。後から僕も気づいた方ですから、阪神タイガースの伊藤投手って、あの時の警察官やわ、って思って、こうなってくると、本当のところ、僕、今年46歳なんですけど、これ、たまに YouTube で言い間違えてる時あります。ちょっと前はね、今年47歳って言い間違えてました。これは申し訳ないです。あると思います。0歳から、誕生日から0歳から始まってるか、1歳からが始まってるか、わからなくなった時、みんなこれ間違える、1歳間違えるケースありますから、0歳から、0歳からカウント。で、生まれた年。で、東投手年齢、まさか元警察官ですから、か、今でも警察官だから、まさか年齢は偽ってないでしょう。スタジアムの建設費とか分かった時に、これ借金返済の話だったのか何なのか分かんなくなるから、それもう全部フルオープンにしてなかったら、税金みんな使いすぎっていうことでフルオープンにしてなかったら、あの年俸とかもうみんな本気で勘違いするから、本当に6億とかもらってたらお城建てるから、本当、お城みたいな家。で、ただ、昔の家とかでね、めちゃくちゃ大きい家とかあるでしょ。例えば、この辺だったら、福波っていう表札の福波さん、多分あの人も国会議員か、神戸市議会か、表現議会を経験して、その後弁護士になってる人だと思うんですよ。法テラスで出てきましたから、僕からの、けど受けてくれなかった。本当に。だから、あの人も多分なんかいろいろあったんだと思います。そこに、兄の仲間に大きな家建てるでしょ。あれ、絶対置くぐらいするでしょ。あのスペース。家2軒分以上は絶対あるでしょ。3軒分ぐらいかな。駐車場も、車庫、シャッター付きで3台止めれるでしょ。で、網戸ないでしょ。エアコンでしょ。電気代、ものすごいことになりますよ。で、もう売却せざるを得なくなったあのケースの人だと思いますし、多分福波夫妻だと思うんですよ。広北病院の裏にあるニコニコ薬局が入ってある小さな、ビルって言ったらいいんですかね。一応3階建てぐらいのところ。まあ、塾が入ったりとか、TOTOさんの、物品置き場とかにしてたみたいですけども、こんなところビル建てるんじゃなかったわって言ってたんですけども、結局変に経済間違えて建ててしまった方だと思うんですよ。だちょっとね、いろんなことフルオープンにして、今回の裁判で、医療業界のね、問題あるところを徹底的に改善しなかったら、これ人類本当に無理ですよ。消費税上がりっぱなしになるか。一応、岸田さんは今のところ、党として当分消費税を上げる話はないっていうことをしっかりとニュースで放送してます。で、僕からの提案で法人税を上げましょうっていう話になってるんですが、それはトヨタさんとかみたいにしっかりと純利益が出ているところ。営業利益、経常利益、純利益っていう順番なんです。純利益までたどり着こうと思ったら、工場の中での設備投資したお金を全部ローンとか払い終わってから、それでやっと純利益っていう数字になるんです。だからインターネットとかで会社名とか銀行名とかを調べてもらったときに、例えばね、みずほ銀行だったら2022年とかの純利益が出てるでしょ。他の銀行とか、フィナンシャルグループ、ファイナンシャルグループでもいいですよ。昔はそういう言い方もしてましたから。要するに銀行とか証券会社とか商社とかの集まり。で、純利益が止まってるところは、設備投資のお金を返済できてないっていうことなんですよ。フィナンシャルグループとして見たときに銀行とか証券会社とか全部入ってくるでしょ。で、銀行を辿っていくと、海外への進出とかを見たときに、海外の会社名、そこの日本の傘下になってるところ、赤字のところは、もしかしたら株かもしれませんよ。比率とかもそこまで調べなきゃ、これわかんないから限界あるんです。調べるのにも。インターネットである程度、押していけばね、スマートフォンとか iPad だったら、パソコンだったらクリック押していけば、つながっていきますから、青い文字とかブルーの文字とかで、表記されてますか、ウィキペディアから。で、調べていけるから。で、赤い文字は赤字なんです。赤字の会社なんです。それが海外進出なんです。だから、
ちょっとね、いろんなところを社会人として皆さん身につけてもらわなきゃならないことがたくさんあるんですよ。だから警察官の方は精神病院というところがとんでもないお金を踏んだくってる、ここまでの金額になった横領事件だよっていうことをまず認識していただきたい。分かった方からこちらが、分からない方はもうそのままその、警察官僕もうそのままもうあんたがじゃあ返納しなさいっていう形で行きますから、もう差し人いないで一応かけますよ。裁判官はどういう判断されるか分からないです。法律では裁判官が最終的に決定しますから。だけどもそれぐらいしなかったらもう物事収まらない。本当に警察官の暴走も、スポーツ選手、もしバスケットボールで混ざってたらね、体育館の建ててるところと、あと議員の息子とか孫とかで三振といない、ね、バスケットボール選手なんかしていて金稼ぎしていたら、これも許せる話、許せない話あるでしょ。だってみんな税金ですもん。サッカーも同じですよ。あんなもんスタジアムなんか保有できない、球団が。みんな国の持ち物になってる。だからそれは税金。だから浦和レッズの、ね、赤い悪魔って呼ばれたのは700億円以上したから。土地代建物代込みで。で、その計算式じゃないとダメなんです。土地は国のものだから、みんなのものだと、そんなわけのわからん考え方していろんなもの建てられたら、ね、農業がどんどん衰退して、小麦粉なんか今、年間、毎年だいたい400万トン以上輸入してるんですから、自分たちで畑耕しゃいいんですよ。余計なもの建てるスペースあるんだったら。それで貿易輸出には変わるんですから。ね、それで消費税上げるのを食い止めれるでしょ。だちょっとね、皆さんにお勉強していただく場でもあります。今回の裁判はね。大阪高等裁判所で最高裁に上げる分は上げると思います。僕の性格上、最高裁まで上げて勝訴を取ってしまえば、もう国会でもなかなか動かせないですから、その話。三権分立。ちょっとね、弁護士さんで国から税金をもらって仕事をしてきた弁護士さんは、三権同立とか言い始めたりする時あるんですよ。本当に。三権分立とか言い始める弁護士さんいますから。本当に何言ってるんですか。三権分立なかったら世の中どうなのか分かってるんですかって、その裁判の話し始めたら急に無理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 とか言ってこんなことを言い始めて、もうそういう弁護士見ましたから。神戸地裁の裏にある司法書士官かな、あの辺で弁護士相談の時間あるでしょ。そこだったと思うんですけどね。お金まで払ったのに何千円と。ねえ、もうみんなもう国からの税金もらってしまったらめちゃくちゃなるんですって。だから公務員の方はしっかり敬語を使わないと。年上だろうが年下だろうが。民間の人に。ということです。まあ医療業界の件含めてね。あとスタジアムの件含めてね、みんなでちょっとこう頑張って踏ん張りましょう。で、警察官の人たちもごめん悪かったっていうところで、ある程度のね、僕を本当に精神病院に連れて行った人たちと、その決定した人たちは、それはもう国庫に返納と僕に損害賠償払ってもらいますよ。もうそれは相当な金額になります。もうそれ確保してみんな警察官になってねって、これテレビで放送してもらった方がいい。そうすれば警察官の人もそうそう簡単に精神病院に連れて行かないでしょ。だある程度の淡井圭介のいつもルートで送った SD カード、高島彩経由で国会経由っていう内容でね。で、それで警察官の人も罰金刑にするわって言ってくれた警察官の人たちもいて、で、向こうが絡んできて僕怒鳴ったことあるんですよ。で、その女が110番して警察官に最初嘘を言ったんですよ。初めてかどうかで初めてですって言ったんですけど、何回か本当は声かけてるって後からその女が言ったんですよ。その女実は、後で思い出しましたけども、2000年淡路花博の収穫祭っていうレストランに、淡路遊園舞台っていうところに収穫祭っていうレストランがあったんです。そこに働きに来ていた松岡っていう女です。僕の部下として働きに来てた人間です。まあ、その時はね、ちゃんと敬語でおとなしかったんですけども、その後調子乗ってね、敬語なしで散々絡んできてますから、あの辺で。まあ、岡場の駅の近くの交差点。そら、いつか僕はどうなの、時間の問題でしょ。言ってけど、それは僕は罰金1000円払わされたんですよ。
で、そこの時の警察官も対応おかしくて、もう言ってもうたわとか言ってるんですよ。初めてなのかどうか絡んできたのは。もう警察官からしてこの始末。もうそれをある程度警察官の人も、もう1000円払わされた分、それ確保してもらいますよ。それ取り返しますから。絡んできたのは何回も僕は絡んできてますよって。どちらにしてもね、とりあえず罰金刑で済ませて、まあ、異論があるんだったら、裁判したら、どうですかっていうことを、ちゃんとしたら、みたいな言い方しちゃダメですよ、警察官の人は。あなたたち、だって、巡査部長の人なんか、人の話、なかなか聞かないじゃない。聞きもしないで、上の方に無線で言っちゃうでしょ？県警本部。もう、それは話、むちゃくちゃになりますよ。正直僕はもう30歳の頃に弁護士さんなしで裁判勝ってるから、僕から見たら正直ね、巡査部長だけじゃなくて裁判所の勤務者まで実力ないなって思いますもん。民事部とかの受付にいる人たち。だって僕は叱らなかったら髪の毛染めてる人間が勤務してるんですよ、裁判所で。無理ですよ。海洋基本法違反。で、学校の義務教育でなぜ髪の毛染めたらダメだって言われてるかっていうと、裁判所でとぼけられないためですよ。民法とかであるでしょ？その認知能力あったのかどうかとか、それ認知能力なかったなかった、精神病院連れて行ったもん、医療機関と組んで金儲けの話になるから、だからね、民間でこういうふうに、心の強い人間がいなかったら、普通精神病院9回も入れられたら抵抗する気なくなりますよ。どれだけ無茶苦茶な目にあったければ。で、3親等以内の請求かけてきたんですよ。弁護士が。僕の父親のなけなしの一月11万7000円ぐらいの年金とか差し押さえとか。ほんとほんと。これ現実だから、本当はね、本当はもうね、二親等以内までの請求までに法律変えた方がいいんじゃないかなって思います。本当に。もう無理だと思う、三親等以内の請求使われたら。もう家族間のその人間関係めちゃくちゃになるから。介護とかにも影響してきます。まあ、法改正の部分はね、請願法による陳情で各官公所へ届け出ですから、今のね、その裁判所経由で、裁判所経由でね、法務大臣とかに挙げてもらったらいいし、あとは内閣で、発表してもらって、国会で発表してもらって、この法律どう改正しましょうだとか、まあ、いらない法律はね、僕のホームページに載せてるんで、あとはそれをピックアップして、書類化して、まあ、今の裁判で、提出する、まあ、理由と根拠を、記載して、まあ、何でも理由と根拠が必要ですから。まあ、ちょっとね、話長くなりましたけども、医療機関、まあ、コロナウイルスの件についてね、また陽性反応だ、キットを使って医療業界が多分金儲けしようとしている。多分ですよ。やっぱりこれ一つ一つ調べなかったら確定なんか僕もできないから、だけどもニュース見ていて、ちゃんと熱出てるかどうかですよって、コロナウイルスにかかったかどうかはっていう話してるんですから、それでもそんなことコロナウイルスの患者の人数を増やしてるんだったら、数を換算してね、かかったことにして陽性反応って、キット怪しいから、本当に。もう説明しました、さっき。精神病院入院させられてるとき、その陽性反応が出た人たちばっかりのフロア。僕は熱出てましたけども、あれは、本当にコロナウイルスかかった人は本当にきついです。めちゃくちゃしんどかったですから、体きつかったです。以上です。皆さん、わからなくなったらもう一回巻き戻ししてもらって、一時停止しながらね、メモしてください。もう家の中にこういう、いらない紙とか、どうせあるから、投函されてる、チラシとかの裏、入ったところに家の中掃除したら、もう鉛筆とかいっぱい出てきますから、それでメモにも、結局お金ケチってただけ、ノートとか買う。メモするものぐらい家の中掃除したらいっぱい出てきますから、それでみんなメモ。で、要点押さえて、それをノートに書き写す。簡単簡単、すぐできます。で、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。あと、警察官の方にもね、結構、淡井さん重要なこと言ってくると。で、昔から淡井圭介と会った人間が、ほとんどの人が総理になってると。ほとんどの総理が淡井圭介と会ったことのある人間だっていうことを踏まえて、あと、
コンピューターで電波で脳へのハッキングでテレビ出演者に時間軸声で聞こえてきているスーパーコンピューター系富岳はなぜ神戸なのかっていうところも、まあ、今回の裁判でねいろいろ聞いてみたいんですけども、それはもう25年ほど前にもう25年以上前ですね、僕が20歳ぐらいの頃フルーツラーパークで、まあ、そういう相談されたんですよ、スーパーコンピューターの件。その時の物事を決めたその当時の総理とかはもうお亡くなりになったりしてますから、本当のことが分かるかどうかも分からないです、本当に裁判所でも。なぜスーパーコンピューター系や富岳が神戸なのか、それはなる人様なら分かるかもしれない、性善説の方向で考えてくれたのかもしれない、未来から言ってくるその君の内容を一つ一つ精査した時に一部君にも間違いがある、もちろんそれは分かると、テレビを見ていて情報がこんがらがってるっていうのも分かる、だけどもいろんな話を聞く限り君は絶対まあ、まとも側の人間だっていうことでね、その辺のところで、まあ、阪神・淡路大震災実際経験しましたし、淡井圭介という人となりを信じて人格を信じてそういうふうに設定してるのかもしれませんし、ただし字幕を読んだだけで時間軸を超えて国会のね VTR 回ってる人でその内容は聞こえてるから、双方ハッキングされてる状態なんですよ、頭の中をね。だから時間軸を超えてコンピューターが神がかり的な力で、人間も神がかり的な力使いますし、僕もスポーツの勝ち負けのその阪神タイガースの、テレビ見ながら放送見ながら、ね、頭の中かしたりしてるときどういうふうな言動を言っていて阪神タイガースの人がどういうふうな返答をするかっていうところ、もうそれ裁判所に今回の裁判である程度の試合数納めて SE カードで証拠として出してるんですよ。受け取ってるんですよ、裁判所も。裁判所は証拠を拒否する権利あるんですよ。だけど、受け取ってるんです。その時点でもう状況分かりましたよねっていうことなんですよ。それはもう本当は全国放送でテレビとかで公開した方がいい。で、もともとスタジアムものすごい借金っていうことでね、あと、第二次世界大戦は本当にあって、まあ、僕は米軍基地見に行きましたから、若い頃友達と一緒に、バイクで、オートバイで。それこそ、沖縄って都市部の一区間しか電車引いてないんですよ。だからいろんなところを回ろうと思ったら、バス停の時間帯なんか分かんない、もう乗り物をフェリーに乗せて行くしかないの方向だから、やっぱり米軍基地ありましたし、第二次世界大戦本当にあったんだっていうような形で、で夕方ぐらいにその防空壕って言ったらいいんですかね、まあ地下へのね隠れるところって言った方が分かりやすいんじゃないですか。アメリカの軍人さんの人たちに上陸されて逃げ込んでいた穴とかね、もう夕方になったし、もう入るんやめとこうっていうような形で友達とね、もう民宿、まあ宿屋さんに宿屋さんでいいでしょ、料理もう 旅館っていうほどのところじゃなかったから、大きさ的に。まあ、いろんな人たちが応援してますから、ちゃんとした料理出してくれましたから、まあ、1泊5000円ほどで宿泊できたんですけど、ちょっといろいろ人生経験積まなかったらね、もうテレビでも嘘の情報を本気で流しますから、信じ込んで、この間のあと数年後になったら、太陽光パネルの廃棄が60万トンっていう数字出てきてるんですけども、警察官の方も見てくれてると思って一応見せときますね。これ何グラムに見えます？太陽光パネルです。まあ、これ種類太陽光パネルっていろいろある。こっちバッテリー。こっちはバッテリーです。で、蓄電しておくとこです。だからこれは重たい。基本的にね、ある程度のスペースに設置してるしっかりとした太陽光パネル、あれはガラスが大半を占めてるんですよ、透明のガラス。だからワイングラスとかを持ってもらったらわかると思うんですけども、陶器のコップと重さ勘違いしないでくださいよ。軽いです。グラス、透明のグラス。で、その60万トンの排気って多分土台とかね、下に使った金属、あれも計算してるか、もしくはそれ含めて世界中での排気の量をトンにして60万トンって言ってるんだと思います。多分世界中レベルじゃなかったらあんな重さならない。下の金属込みで。わかるから、すぐに。
それをこの間の NHK ニュースの人たちが大真面目な顔をしてまるで社会問題みたいにして放送してるんですよ。だからね、アナウンサーの中でもまた実力のある人はなかなか見受けられない。だから私から言わせたらね、本当は大卒そこそこでテレビ局のアナウンサーは絶対無理じゃないって、特にスポーツアナウンサー勘違いするから、スタジアムの建設費とか分かってないから、スポーツのことだけ分かってたらいいと思ってるでしょ。もうそんな人間テレビ出してスポーツで盛り上げたら、もう聞いてる一般人の人たち感覚めちゃくちゃになりますから。もうみんなの税金、君たち一体いくら使ってきたのってみんなが、もう全国民の9割ぐらいの人が平気な顔して言えるぐらいの社会が良い社会。プロ野球でも一部の球団だけですよ、あのちゃんと固定資産税とか払ったりしてるの、民間の企業で。そのスタジアム、例えば阪神タイガースとかね。だから千葉ロッテマリーンズは、まあまだ、スタジアム国の持ち物だからみんなの税金のままで固定資産税払ってない方で、横浜ベイスターズもそうだし、まあだけども、ね、優勝順繰り順繰りで回したら、スポーツの勝ち負け、淡井圭介の関わり合いで勝ってるっていうところが分かったら、優勝順繰り順繰りが妥当だっていうこと分かるから、優勝とか最下位の数とかみんな均一にしなきゃならないです。そうしなかったら、地方交付税法とかあるから、話、もう東京のジャイアンツが欲張りすぎたんですよ。その次、ヤクルトを盾にしてきたんですよ。もう全部バレた後。J リーグも同じ。一つの都道府県に、複数のチームのあるところが全部最下位行きなさいって、そういう話。で、それでもジャイアンツなかなか最下位行かないでしょ。最下位1回しか経験したことないんですよ。阪神タイガースなんか一番たくさん最下位経験させられてるんですよ。だからその時、ものす、多分、かなりの赤字だと思いますよ。固定資産税とか払ってた方だと思いますから。12年間の間に、これ5位がね、どこだったかちょっと言い間違えてももういいでしょう。もう一回それはもうしょうがないで、ちょっと進めましょう。ある程度ありますから、しょうがないっていう分。最下位、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 5位、最下位。これをワンサイクル、6球団だから。ね。で、それをもう一回、最下位、最下位、最下位、5位、最下位、最下位って。2サイクル。なぜか。ホンダの2サイクルエンジン。オートバイなんか世界中で流行らせてしまったから。死亡事故とかいっぱいある。骨折のひどい事故とか。もう最初からオートバイなんか作らなきゃよかった。あの話ですよ。乗るとしたら新聞配達の人と、郵便局の人と、警察官の方。これでよかったんですよ。なぜかっていうと、路地があるからですよ。で、あとね、路地に、まあ、パトカーが入っていけないから、白バイ隊員という話だったんですけども、オートバイをね、だから郵便局と警察官と新聞配達の人だけにしか売ってあげなかったら、一般人みんな乗ってないっていうことになるでしょ。路地とか逃げていかれないんですよ。であんなの、ね、警察官に追われて路地入っていったやつなんか、もうむちゃくちゃな運転手に、もう車も同じ、もうむちゃくちゃな運転手で逃げようとするから、警察官が悪いんじゃないですよ。それで人跳ねたら絶対その運転者が悪いから、僕は後ろからスピード違反とかでサイレンになったら絶対止まる方です。すぐに。すいませんでした、違反しました。って正直に言います。ちゃんと罰金払ってます。罰金払ったからもうそれはもうそこまで。それを利用するのはダメ。今も野球のスポーツの時間帯。もう、今、19時48分。もう、もう毎日こういうこと気にしながら生きていかなきゃいけない。僕の立場の方が絶対大変。政治経済含めて、スポーツの勝ち負け、あと、台風とか。こんなに大変な立場ね、なかなかいないですよ。ちょっと厳しいような態度とかことを言ったりするんですよ。もう仕事中にヘラヘラヘラ笑っちゃダメで、裁判所の勤務者もそうだし、警察官もそうだし、もう民間どこの仕事も同じですって。ホテルマンとして働いてましたけども、勤務中にヘラヘラ喋ってたらもうめちゃくちゃ怒られますよ。すぐにしなきゃならないことあるだろうっていうことで、次のことしておかないと。あとで本当に忙しくなったらもう手に負えなくなっちゃうんですから。まあ、ちょっとね、医療関係から話がだいぶ進みましたけど、まあ、コロナウイルスの件について、東京都 の、 あの患者数のおかしな動き。人間の体で抗体作りますからね。で、医療機関で
もう研究やめさせた方がいい。どうせできないから。代謝苦痛なんかできない。もう熱冷まし、要するに解熱剤と下痢止めと、下剤と痛み止めと、けどね、下痢止めも本当あれ時間の経過でお腹の調子も戻ってるんじゃないかっていうのが僕の見立てなんですけど。あとも大した薬なんか特にないでしょ。だから、癌に効く薬とかあるでしょ。どうせあれも嘘だと思いますよ。いや、だから一つね、何百万円とか何千万円とかで新聞で記事出してたでしょ。もう僕それ見たんですよ。10年間ぐらい、腸管と夕刊ほぼ全部見てましたから。ほぼ全部。で、重要なのをコピーし始めたら、まあ3年以内の間に1万枚以上になりました。もう大体それぐらい。大体でいいです。で、そこからこれだけは残しておこうとかで整理して、だからこういう世界国税税とか、国連発表のデータの貿易出入とか、石油の残存量とか、石炭、ウラン鉱はウランとかプルトニウムの元の、鉱物類ですよ。そういうの、いろんなこと全部調べまして。だ僕の努力に追いつける人間なんか司法修習生でもまず見かけないですよ。だって、現行法規と現代日本法規を一つにまとめて、安倍政権の時に安倍さんが知り合いでしたから、現行日本法規。ちょっと待って、現代日本法規。現代日本法規と現行日本法規だから、現代日本法規かな。ちょっと、言葉似てるか、なぜ両方を一つにして、二部置いたらいいって、二重行政だって言って。あれ元たどっていったら、都政六法のことまで頭の中入ってるか入ってないかの人間が、現行法規と現代日本法規作ってしまったんだと思いますよ。各政令指定都市は、都政六法の内容に従わなきゃならないっていう内容になってるんですよ。もう最終的にはそういう結論になるんです。で、子供の頃から、その現行法規とか現代日本法規までたどり着かないと、流刑にたどり着かないんですけども、それ、まあまあ、ちょっと子供の頃いろいろ、だいぶ、やられて、まあ、使ってる方です。まあ、弁護士さんだと思いますけどね。だから、神戸地裁の窓口の人でも、そこまでのお話したら、いました、この中でって、現行法規と現代日本法規まとめた人って、いないんでしょうって。そしたらもう、はい、はいって。だからもう実力主義です。だから警察官の人は精神病院のその入院費とか知らないこと自体が実力不足ですし、それでベースアップ、それは無理ですっていうことしか僕は言えない、本当に。仕事覚えてない人としてしか扱えないから、まあいろんなこと覚悟しておいてください。それによって世代交代というものがあります。以上です。まあ、全ての警察官を敵に回そうとしてるんじゃなくて、もう全ての警察官の人にね、そういうことを覚えてもらって、罰金刑ぐらいで終わらせてもらって、大体ちゃんと話聞いてあげなかったら、もうこの世界最初から無理あるっていうことでね、理解してもらって。入れ墨入れてる人間は存在するのか僕もわからないんですよ。入れ墨入れてるその堀市の連中、片っ端から捕まえて刑務所で強制労働させといたらいいんですよ。もともと禁錮刑ってそういうものなんですから、頑張って働いてたら早く出れるんですから。話簡単でしょ。入れ墨入れられた人なんかもう人生絶対めちゃくちゃになりますからね。そこはもう判断間違わないでしょう。まあ、皆さんチャンネル登録、そのね、あの、ば、あの、通知、通知、僕は YouTube にアップロードしたら、通知が来るように、自分で設定してください。各自自分のスマートフォンとか、そしたら通知が飛んでくるから、ああ、彼が今日何言ってるんだろうとか、そういうことで勉強になりますから、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。あと、伝えてくださいね、知り合いの人とかに。彼の言ってることは重要だっていうこと、本当にエネルギーの残存量問題は25年間経過して何も進めてこれてませんでしたから、
私 の, あの考えていた河川水門開式ダム発電と地下水流トンネル発電とかまど発電とマグマ発電、まあ、太陽光パネルに関してはね、その当時からある程度言ってたと思いますよ。もうみんながやれるのを明け渡したらええって、もう法律でそれ作ったらいいじゃないですかっていうことで、あとは日本国内で太陽光パネルを生産して、でリサイクルしてるところの映像はもう あるんですよ。もう NHK とかで放送します。まあ、NHK とかでいいでしょ。もう他の、もしかしたらテレビ東京かもしれない。で、その現場見に行ってる人は、三橋っていう名前でテレビ出てたんですけども、まあ、その名前で本名なのかもしれないんですけども、もともと、北新ビルの、岡場駅の、藤原台の北新ビルで主査として見たことある人で、あ、昔話したことある人だって、あの人がちゃんと現場リサイクルできるかどうか見に行ってくれてるわ。っていうのもだから、その25年前のフルーツラパークの僕が頑張ってた時のそのままの勢いでそのまま物事を進めてたらよかったんですよ。以上です。皆さん、チャンネル登録と、知り合いの人に進めるのご協力よろしくお願いいたします。それできたら、ある一定の再生時間とかを達成すると、登録者数と、パートナーシップとか始まって、まあ、お金が一部入ってくると思います。その時は入ってきたお金、公表します。そうじゃなかったら、もうみんな YouTube なんか手出していいかとか分かんないでしょ。あんなも登録者数1000人超えとか、もうまずなかなか無理ですよ。途中で登録やめちゃう人とかいますから。で、再生時間が過去365日を超えて4000時間を達成しなきゃならない。だからほとんどの人無理です。テレビ出ていてもなかなか単独じゃ無理ですね。で、うん。ライブの生放送、生番組が YouTube でね、できるから、僕はね、皆さんからコメントいただいて、質問で、それに対して質疑応答できますから、それで、ね、皆さんが知りたいこととか、聞いていただいたら、まあ、私が答えると、まあ、そういうような内容も開けますんで、まあ、皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。だから、その通知が来なかったらお知らせすることできないでしょう。YouTube にアップロードして。ということです。それではこの辺にしておきます。